フランク・ホワイトはアメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、1901年から1905年まで第8代ノースダコタ州知事を、1921年から1928年まで第25代アメリカ合衆国財務官を務めた。1856年12月12日、イリノイ州スティルマンバレーにおいて、ジョシュア・ホワイトとルーシー・アン・ブラウンの 第8子として誕生した。ホワイトは1880年にイリノイ大学で土木工学の学士号を取得し、大学卒業後はミルウォーキー鉄道に就職した。ホワイトはその後1904年イリノイ大学から法学博士号を授与された。1882年ホワイトはダコタ巡州に移住した。ホワイトはバレーシティ近郊で ミルウォーキー鉄道から土地を購入し、農場を開いた。1889年に、ノースダコタ州が成立すると、ホワイトは州兵に参加した。ホワイトは大事中隊で大意に任せられた。1890年、ホワイトは政治の世界に関心を移し、ノースダコタ州会議員に、第15選挙区から選出された。ホワイトは、 衆会議員を一期務めた後、1892年に衆上院議員に選出された。ホワイトは続く1896年にも再選を果たした。1898年、スペインとの間で、米西戦争が起こると、ホワイトは衆上院議員を辞職し、所有する農場も売り払った。ホワイトは、ノースダコタ州第一主眼不評中隊で少佐に任せられた。 ホワイトはフィリピンでの作戦従事を命じられ、1898年7月30日にフィリピンに到着した。ホワイトは8月13日からのマニラ占領作戦に参加し、20日以上にわたって抗戦を行った。ホワイトは指揮官として非常に良い評判を獲得し、勇敢さを称える銀星女王を戦中に授与された。ホワイトは1899年に帰国し、 文明生活に復帰した。ホワイトはリッチビル近郊に新たな農場を購入し居住した。ホワイトはウィリアム・マッキンリー大統領の下で私的顧問を務めた。また1900年、ホワイトは保険業と不動産業を開業した。1900年、ホワイトは共和党の推薦を受けてノースダコタ州知事に立候補し、秋の選挙で勝利を収めた。ホワイトは 州知事を2期8年務め、必要とされた多くの改革を実行した。ホワイトは、学校基金への多額の投資を取りやめ、再建や農業金融への投資を増額した。またホワイトは、公債発行借入金の返却のため、減債基金を導入し、知事在任中に、州債をすべて召喚することに成功した。同時に、州が、 それまで抱えていた22万3000ドルの赤字を解消することにも成功した。知事退任後、ホワイトは、正解から身を引き民間事業に復帰した。ホワイトは、ミドルウェスト火災保険者を創設し、1913年まで社長を務めた。1913年、ミドルウェスト火災保険者は、ツインシティ火災保険者と合併した。1914年、ホワイトは、 ミドルウェスト信託社を創設した。ホワイトはアメリカ合衆国の第一次世界大戦参戦までミドルウェスト信託社の社長を務めた。またホワイトは1915年から1917年までノースダコタ州評議会の委員も務めた。1917年にアメリカ合衆国が第一次世界大戦への参戦を決定するとホワイトは大佐として再度の任命を受けた。 ホワイトは、ノースダコタ州兵第二連隊を指揮した。連隊は、その後、第41不評師団に統合された。1918年、ホワイトはフランスに派遣された。だが年齢による理由のため、ホワイトに実践任務は割り当てられなかった。戦後、ホワイトは、ミドルウェスト信託社の社長に復帰した。1921年、ホワイトは、 ウォレン・ハーディング大統領からアメリカ合衆国財務官に任命された。ホワイトはジョン・バークの後任として財務官に着任し、続くカルビン・クーリッチ大統領の下でも財務官を務めた。ホワイトは1928年にアメリカ合衆国財務官を辞任した。ホワイトはテネシー州チャタヌーガのサザン帝統保障者で社長に就任した。 1940年3月23日、ホワイトはワシントン DC において死去した。ホワイトの遺体はバージニア州のアーリントン国立墓地に埋葬された。1880年代、ホワイトはインディアンの血を引く女性エルシー・ハドリーと知り合った。エルシーはその当時、州立バレテ式市班学校で数学教師を務めていた。 二人は1894年9月19日にインディアナ州で結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。エドウィン D ・ホワイト・リチャード・セルドン・ホワイト。ありがとうございます。